お疲れ様です。ゴンサベリオという今回の動画はなんと深夜にいきなりストーリークエスト、今後シーズン4の内容とか分かるらしいんですけど、これをクリアすると無料報酬もおるらしいので、この動画でやっていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきたいと思うんですけど、エピローグワンダラーに気をつけよということで、とりあえずここに行けばいいのかな。やっていきましょう。レッツゴー。いや、ここに来てストーリークエストが来ると思わなかったな。めちゃくちゃ楽しみだな、来シーズン。いろいろとティーザーとかも出たりするんでね。やっぱマーベルファンからしたらちょっと来シーズンご褒美すぎるよな、本当に。なんとドクタードゥームがドクターストレンジの技を使ってます。どういう感じで今後ストーリーが進んでいくんだろう。ここにいる NPC かな。いた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 。今回まず最初にブライトレーダーかジャックに爆弾について聞けってことなんですよね。爆発か、爆発について聞け。あれか、前のイベントのことかな、について聞くのかな。聞いてみましょう。あの前、ここのパンドラの箱が出てきたところで、レッドラインリーグの爆発についてかな、聞いてみましょう、ジャックに。どうも。さて、告白するわ。マグニートと連絡を取ってたの。おう。最高だね。あいつは信頼できそうだし。なぜマグニートと？それが、彼の方から来たのよ。妙なことになりそうだな。さて、魔法の水の幽霊を召喚しちゃったわね。それで。幽霊？我は預言者、未来を見る者、非常に有能な女性じゃ。誤解はいかんぞ、アンダーグラウンドのお嬢さん。で、聞く気はあるかの？もう分かったわよ。少し歩こうか。どういうこと？ジャックに何が起きたかを聞く。はい。マグニートが現れた。続ける。ワンダーラとは誰なんだ？はい。終わり？終わりですか？レッドラインリーグで、被害を確認するだって。オッケー、行こう。レッドラインリーグの爆発のことだよね。行っていきましょう、じゃあ。やばい、ホープとジョンジーと、あと預言者だっけ？ 3 人とも喋ってんのいいね。久々にストーリークエストやる気がするわ。熱っ！ワンダーラーって一体誰なんだ？今まだマップ上にワンダーラーいるんかな？けい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 け。やべ、今シーズンのクエスト全然やってねえな、マジで。はい、被害ね、被害、被害を確認して。このストーリーの後ってことだよね。この、爆発とかした後のストーリーのことだよね。本当に来シーズンに繋がる物語ですね、これは。さあ、被害を確認しに来ました。わー、あ、やべ。箱はそなたを破滅させるはずじゃが、そうせずに語りかけておる。語りかけてんの？そなたに何を見せておる？なんと語っておる。箱と繋がると、欲しかったものすべてをくれるって約束してくれるの。平和、調和、希望。私が見たいものだけを見せているっていうのは分かってる。油断したら破滅するってことも。なあ、お前ならそんなことはさせないだろう。甘く見るでないぞ、つわものよ。ホープと箱はつながっておる。宿命によって時の円環と永遠の運命なのじゃ。じゃがワンダラー、ヤツの干渉で運命が歪められた。ヤツの存在が星回りを書き換えてしまった。箱を閉じるだけの話ではなくなったのじゃ。戦わなければならぬ、打ち勝つのじゃ。ワンダラーが問題ってことか。ワンダラーのせいでホープと箱のつながりを、なんかホープはあれだよね、あの青い子の女の子なんですけど、とジョンジーがこの島を救おうとしてるんだけど、でそれにワンダラーが邪魔してるってことになってるかな。次、ウェポン X 研究所でマグニートと話すだって。オッケー、次行きましょうか。さあ、お次はせっかくなんでホープでこのマグニートに話を聞きに来ました。ウェポン X の研究所で。つまりウェポン X も関係してるってことだね、このストーリーに。どういうことなんだ。ウェポン X はウルバリンのこのこれをつけたバージョンのあれです。さあ、おお、ん、マグニートここにいるわ。どうも。お前がの箱の番人だな。そうそうだ、なんとかに言っても済まないが、あれは全てに何とかをもたらすだろう。破滅みたいな感じかな。なんとか呼ぶためのビーコンをすでに設置しているが、あれマグニートのビーコンだったの。できることは限られている。増援から援護を呼ぶためってこと。信用は、ちょ邪魔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 、どうなめ邪魔。信用はないのだが、ワンダラが私が思っている。ちょっと待って、なんて言ってた。待って、なんて言いたかったのねえ。最後まで見れなかったって、最悪。なになになに、
マグニータ味方っぽいね、こんなこの感じだと。次、島の上についてジョーンズと相談するだって。オッケー、これはホープで来るので合ってたな多分。ちょっとじゃあジョーンズのとこに行きますか。とりあえずマグニートは増援を呼ぶのを手伝ってくれてるっぽいです。あー、ジョーンジーさん、どういうことなんですかこれは一体。前には、島には前にも滅ぼ訪れてる奇妙な箱の形の悪役が現れたりな。でも今回は違うように感じる。俺はホープのように、宝石工はわからない。だが俺は何度も大災害を見てきた。ちょっと待ってねー、邪魔。あー、もう終わっちゃったって、最後まで見れずに。もう最悪。ホープに手を差し伸べる。私がホープなんですけども、まあ行ってみるか。一回話したら最後まで聞かずに次行くのやめてほしいわ。これかな。あ、ビーコンに触れられるようになってる。すげえ。なんだなんだこのビーコンは。起動シーケンスを開始する。1個。ホープ、どうも、双子です。え、すごいすごい、なんかドラゴンボール。どうもホープさん。わかるかの、そなたはパンドラの箱の底にある希望、ホープだったのじゃ。わかっておる。こじつけに聞こえるじゃろうが、それも運命じゃ。いいな、希望だったってことね、私が。次、ウェイストランドケースのホープのグラフィティをスプレーするだって。あれか、あれのことかな。これだ、これかな。これだ、ホープのなんとか。ワンダラーが箱の力を手中に収めてしまった。ノー。そして自身とそなたの運命を封印したのじゃ。ワンダラー。さあ、もう後戻りはできぬぞ。ワンダラーは何をしてるんだ一体。邪魔しよってワンダラーめ。まあでもライシーズが見えてきたね。ワンダラーがおそらくドクタードゥームなんだよな、この感じ。あの時も乗っ取った時もドクタードゥームのアイコンだったしな。オッケーオッケー、ここにスプレーするよ。はい、ホープの希望。もう一個これでいいのかな。ほい。ワンダラーと対決するのじゃ。お、でも私はホープでしかないわ。期待通りの人物じゃないかもしれない。立ち上がれば仲間が助けてくれる。一人でやる必要はない。じゃがホープよ、そなたは必要なものは全て持っておる。戦いに備えるのじゃ我が子よ。負けられぬ戦いじゃ。おー、でおしまいか。ワンエピローグ、ワンダラーに気をつけよってやつだこれが。なるほどね。こっからアベンジャーズアッセンブルで、マーベルのキャラたちがどんどん増えてくるってことね。で、ワンダラーがドクタードゥームですね、この感じ。絶対にだから来シーズンにつながるってことだね。なんでまだドクタードゥームって言ってないんだろう、まだ分かってないのかな。で、今のチャレンジを全部こういう感じで終わらせていくと、おそらく無料報酬がもらえるような感じかな。で、一回じゃあロビー戻りますか。いやー、面白いね、やっぱこういうストーリークエストは。いいですね。来た、ホープのなんとかと、こちらですね、リヴァイアサンズ40のロード画面。あ、爆破したことの話をしてるんだ。どうしてんだよ、なんで爆発してんだみたいな。メガロドンの計画が失敗してってことか。なるほどなるほど、のロード画面だ。イベントのロード画面ってことか。面白い、いいね、かわいい。これちょっと設定しとこう。という感じで今回はこちらの急遽クエスト、ホープの希望、ホープのワンダラに気をつけようっていうクエストが来て、そこからもらえる無料報酬、ロード画面なんですけどあるので、皆さんも必ず、終わらせておきましょう。あと残り2日とかでシーズン終わっちゃうんで、もう2日間でこのクエストやらないといけないんで、ぜひ皆さんもやってみてください。それでは皆さん、また次のシーズン4でお会いしましょう。